いいね、いいね。なんか一緒におって前向きになれそう。てか、なんか、めっちゃ恐竜飛んでるけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、それじゃあ、マンションに行きまーす。入る。お、今回もなんかいろいろガヤガヤしとるね。それじゃあまず、ミクルちゃん。入るよ。ここはお友達かな？喧嘩じゃないよね。おはようございます。おはようございます。あやかと友達になりたいです。お、あやかちゃん、いいやん、いいやん。紹介するよ。ぜひぜひ。どうやろう。ちょっと真面目な話してみる？アドバイスありがとうございます。ほいほい。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。ミクルちゃんちょっと真面目な感じやもんね。どうだ？話し合うかな？まあ、あやかちゃん格好で言ったら真面目って感じではないけど。おー、うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。ほいほい、よかったよ。お友達ができて。お礼にこれをあげます。なになに？お、実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。ゆまぴーちゃん行こう。入るよ。なんかめっちゃニコニコやったね。遊ぼう遊ぼう。一人で絵合わせ。え、一人じゃないか。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。スタート。なんかこういうのさ、1回でいいけん。一回もミスなしにストレートで行ってみたいよね。言ったそばからダメだけど。なんか必ずさ、最低一回は絶対間違えるもんね。もうすでに一回以上間違えたけど。イエーイ。シンくん。おー。ゆまぴーちゃん、あ、違う。アイカちゃんやった。お、奇跡的。ここがゆまぴーちゃんか。オッケーオッケー。おにぎり。おお。これいいんじゃない？あ、そっか、ここシーンくんか。なんてこと。もうあといけるかなと思ったのに。あ、やべえ。あと一回やったやん、私ミス。ね、ギリ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 。ありがとう。ほい、それじゃあ、一番大きいやつ。お、お宝、盆栽をもらいました。しゃもじ持ってなかったけん、しゃもじがよかったな。朝一。さあ、何が売られよるかな。お、チャーハン。いいね、いいね。買う、買う。私、チャーハン好きなんよね。まあ、でも、それ以上にオムライスが好きなんやけど。はいはい、ありがとう。それじゃあ、ミーニュース、見ていこう。ほい、お願いします。初めてのお使い。おー、アイカちゃん。初めてやったんや、お使い。何歳かわからないけど、まあ。一人でできるもん。でも初めてのお使いって見よってハラハラするよね。なんか事件に巻き込まれそうな。大興奮。まあ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 、最近ちょっと小さめのニュースは多いかな。でも初めてのお使いって人気があるけんずっと続いとんやろ。私はそんなに見たことはないんやけどね。浜辺に誰かがいらっしゃるようだ。ん？この後ろ姿は誰？ノアくんかな？ぽいよね。ノアくん多分スーツ着とったと思うし。でもってインカムつけとったと思うんやけど。振り向いてくれ。いいね、なんか。絵になる男って感じ。かっこいい。ほい、じゃあシンくん行こう。おはようございます。おはようございます。
恋人がいたら、その人ですが。おお、マサオさんに。どう思いますか？ももちゃん？ももちゃんを提案したの？いいと思うよ、全然。じゃあ。それでは、二人を合わせてみます。うん、協力してあげて。ああ、マサオさん、ブロッコリーのまま。それはちょっと外してきた方が良かったんじゃないかな。だって初めてのデートだもの。あれってバレんもんなんかな。でも遠くから見よって新聞に穴開いてるとかわからんか。なんか話しよるよね。聞こえるんかな。メリーゴーランドの周りの BGM とかでかっけされそう。なんかたまにさ、喫茶店に、この友達コレクションの中でね、喫茶店に行ったら窓から覗き寄る人おるんけど、ああいう感じなんかな。こちらこそありがとう。お、それだけ？ああ、それだけか。最近なんかその場でうまくいくっていうのはちょっと減ってきたね。合わなかったみたいです。合わなかったか。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション。おお、今日も、お、誰かの恋模様が。消えている。なんてことだよ、消えるなよ。ってことは、おー、怒ってるし、なんか最近多くないかい？入るよ、りんちゃん。きっとあの2階のあの人に怒っているのでしょう。今ちょっと不機嫌です。わかるよ、プンプンしてるから。せつなと喧嘩しました。せつなさん。仲直りしてよ。じゃあ、このイライラも沈めてください。イライラをね。それじゃあ、オルゴールでも聞こうか。ほい。ああ、もうあと残り1個だわ。ちょっと聞いてみてもいいですか？どうぞどうぞ。てか、オルゴールにはなぜか、今そんな気分じゃないですってならんのやね。私ならなりそうだけど。それはよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ほいほい、いってらっしゃい。せつなさん。話を聞いてあげて。この間はごめんなさい。さあ、どうだ。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。なんか最近みんなカリカリしてるよね。何事だ？そういう季節？うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。喧嘩をしやすい季節ってなんだ？暑いからイライラしてるのか？お、実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。シーンくんが夢の中だ。さあ、覗きに行こうか。ん？これは一体どういう夢？落とし穴か？おーおお、顔が外れた。顔が外れた。てか、角も外れたね。どういうわけか、お宝マンホールの蓋を拾いました。大丈夫？あんな夢見たらうなされない？こんにちは。こんにちは。そして、お、昼市開催中。今日の掘り出し物は？誰にでもよく似合う派手スーツだよ。え、それスーツ？なんかパジャマかと思ったんだけど。とりあえず、誰かに着せるかどうかわかんないけど買うよ。超派手だよね。じゃあミーニュース見てこう。ミーニュースをお伝えします。ほいほい。ドロンコバレー。あ、田んぼでこういうのってなんか結構聞くよね。え、そういう本格的なやつ？え、そういう本格的なやつですか？マジか。全身すぎないかい？いや、なんかよくね、こういう田んぼとか、まあ、田んぼじゃないかもしれないけど、泥のとこで、まあ平和だね。なんか幼稚園児ぐらいの子供が、みんなで泥んこになってさ、遊ぶみたいなイベントがあるけど、でもあれいつも見ながら思うんやけどさ、確かに子供の立場になったらすごい楽しそうなんやけど、親大変そうよね。
お、これは。なんか二人でいるところ悪いけど入るよ。もやってますから。もやってますから。どうもです。どうもです。悩んでいるときに使う言葉を教えてください。悩んでいるときに使う言葉。とかかな。教えたかな、これ。なんかさ、おじさんとかよくっていうことね。てんてんてんとかいるかな？てんてんてん。ほい。ね、いいですか？いいです、いいです。いいよ。はい、わかりました。ほい、使ってね。お、レベルアップ。てことで、道具。さあ、何がいいかな？てか、この辺の道具ってさ、こっちの家でしか使わんのかな？向こうでは使わん感じ？仕事の合間に、釣りとかどうすか？たまにはのんびり。はい、どうぞ。これでさ、釣って帰った魚とかをネムちゃんが捌くっていうね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ほい、そして今回は、また、この島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ市役所で、QR コードを読み取る。ほい、ライ君。ドライ系、第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短気。ズバリ言い切る、成果にこだわる。サバサバ型、一人で行動するのが好きなタイプ。ワイワイ騒ぐことはないけど、うちに秘める力は結構すごい。サバサバ型は一人で行動するんやね。てかなんか服装がおしゃれだわ。大丈夫かな、この島に来て。ほい、それじゃあ早速、お、友達になりたい人が。喧嘩じゃないだろうね。ほい、それじゃあ、喧嘩っぽーい。それじゃあ早速行こうと思ったのに、まあ行くけども、りんちゃん。どうしたの？何を怒っているの？今ちょっと不機嫌です。だね。見てわかるよ。誰と喧嘩？キングと喧嘩しました。キング。マジか。仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。もうめっちゃ。なんて言われて、立ったまんまでも、貧乏ゆすりって言うん違うよね。座っとったら貧乏ゆすり。それじゃあ、それじゃあ、あれだね。どれだ？あれ、ブランコなくね。あったあった。さあ、ブランコで、風になろう。はい。どうぞ。ほいほい。私が押してあげるよ、後ろから。はい。へえ。ソフトタッチ。ナイス。ありがとう。食器棚に突っ込んでいきそうよ。大丈夫？その辺の距離感は大丈夫か。あれやね、なんか棚に並んどるさ、本？カラフルすぎん？そんなもんなんかな。なんか基本的にあんな原色の本持ってないんやけど。ないよね。よしって言われた。さあ、どう？機嫌は。風になったかい？それはよかった。よかったんかな？おう、いってらっしゃい。さあ、キング、プリプリしてないで。この間はごめんなさい。当然許すよね。許しません。なんでやねん。おいー。あー、りんちゃん。なんてことだよ。許せよ、キング。あー、落ち込んだ。そんなことはないさ。っていうか、何が原因すか？クマちゃんすか？え、なになになに？今回原因が。え？え？
ゴーリアーじゃないよ。いやいやいや、ゴーラーでもないわ。え、いやいや、謝ったけど許してないよ、キング。え、今回の原因は何なの？わからないままということかな。原因不明っすか。とりあえず何かしらあったんだね、二人の間に。クマちゃんだけかと思ったらそうでもないんやね。まあ、とりあえずあれだ。リンちゃんは、ホットケーキでも食べて、機嫌を直して。はい。一気には無理やと思うけど、多少は楽になるよ。ほらほら、お腹も満たして。まあ、それでいいや。今日新しく増えた、ライくん。入るよ。部屋もやっぱりおしゃれだよね。モノトーンな感じ。ライでございます。一人で行動するのが好きな男です。一人で行動するのが一匹狼か。かっこいいね。ロンリーウルフ。ちょっと英語で言ってみたよ。最近、人生の意味が分かってきた。気がします。マジで？もう悟りを開いたの？私にもその方法を教えて。人生わからないよ、私。ほい、それじゃあ、最後ミーニュースを見て締めようかね。ほいほい。床ゴロゴロ掃除法。なんか前は別の評論家の人だった気がするけど。汚れても良い服を着て。でもそれ髪の毛とかもなんか、ほこりまみれになりそうやけど。ユニポンちゃんしっかり。とうとうやりました。あれかな、頭巾とかそういうものをかぶるんかな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ今回も新しくこの島に住んでくださる方が来てくださっているので、おかしくないよね、日本語。はい、読み取っていきたいと思います。じゃあ市役所で QR コードを読み取る。ほい、まず1人目、マキさん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ。でも陰で苦労してる。あれなんやろ、ポンポンがついとんかな。かわいい髪の毛ね。ほい、2人目、たっちゃん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ。知らない人ともすぐに仲良くなる。大変なことでも楽しみに変えられる人。お、いいね、大変なことでも楽しみに。そしてなんかものすごくワイルドの格好をしてるけれど。オッケー。ほい、それじゃあマンション。あー、なんかいっぱい喧嘩をしてそうな予感。入るよ。もう最近すごく不安だらけなんだが。お、全然大丈夫だ。よかった。ゆかちゃん入るよ。あー、揉めてなかった。ほっとした。こんにちは。アイカのこともよく知らないのですが、アイカちゃん。ユカとアイカとは気が合いそうですか？わからない。でも合うんじゃないかな。相性バッチリ。え、あの左側にあるのってさ、絵で描いた洗濯機かな？なんかこの間、絵で描いたテレビもあった気がしたけど、家電製品全部絵なの。一番感動したこともすぐには思い出せないものですね。あー、なんかそれが遠い記憶になればなるほど、人生で一番のことでもなんか、だいぶ脚色とかされそう。マキさん。おぉ、なんかキラキラした部屋や、めっちゃ。デコられまくっとる感じするね。マキです。一緒にいると楽しい女だそうです。一緒にいると楽しい女。私もそういう風に言われたい。自分に生まれてよかったと思います。自分に生まれて。あ、なんかもうちょっと可愛く生まれたかったかな、とかはあるけど、まあ、別に後悔はせんよね。
ほい、そしてたっちゃん。おー、すげえな。なんだなんだなんだ。部屋まで野生なんだ。え、すごい。なんかマグマ流れてんだけど。うわー。うわー。たっちゃんです。どんなことでも楽しめる男です。どんなことでも、この状況もきっと楽しんでるのね。今日が辛くても、明日はいいことあるさ。って考えるタイプです。スーパーポジティブ。いいね、いいね。なんか一緒におって前向きになれそう。てかなんか、めっちゃ恐竜飛んでるけど。シュリカちゃん入るよ。めっちゃ呼び寄ったね。ごめんごめん。シュリカと遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。一人で絵合わせ。だからなんで一人なんだ。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。スタート。ほっ。サラダです。サラダ。ライチです。ライチちゃん。サラダです。サラダ。きたー。なんか夏場の暑い時になったらさ、おお、あっさりしたサラダが食べたくなるよね。おお、ノアくん。こわ。お、ノアくん来たー。そして、台湾です。台湾さん。あー、とんかつ。とんかつは？ここだっけ？あー、やべえ、記憶力。こっちだ。なるほど。そして、もういけるね。オッケー。なんだ、ここ上下だったんだ。おー、ギリギリ。これ結構いつもギリギリないよね、私。ありがとう。じゃあ、中間。お、新しい。お宝、なんかの鍵をもらいました。なんか。なんかこの読み仮名がさ、何かじゃなくてなんかっていうのもちょっと可愛いよね。お、夜市開催中や。これは早速。お客さん、運試ししてみない？もちろん買うよ。いいものあるかな？厳選されたアイテム。一つ目は？あ、いいいいいい。森ガールの服。え、めっちゃ可愛いんだけど。森ガールって流行っとるよね。二つ目は？帽子、UFO。え？可愛いよ。可愛いよ、なんか。三つ目。お宝、夜間が入っていました。また来てね。ほう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 。え、もう森ガールの服が私的にめっちゃ当たり。可愛い。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション。友達？え、でも2カ所あるな。この2カ所ある時が最近。うわぁ、怒っているよ、ナミちゃん。入るよ。腹が立つこと、どうした？誰と、台湾さんか。腹が立ちます。仲直りしてよ。じゃあ、さっぱりしようか。あ、てかコーヒー飲んで落ち着くんじゃない？好きかどうかわからんけど。ほい。これで落ち着きなさい、ナミちゃん。どうぞどうぞ。結構美味しかったようです。おー、よかったよかった。お、やっぱりコーヒーは落ち着くのね。やっぱりって私にはわからんけども。台湾さん許してあげてね、ナミちゃんを。うわ、緊張の一瞬。どうだ？許されなかった。まさかの。ねえ。せっかく謝りに行ったのにね、うまくいきませんでした。そんなこともあるさ。まあまあまあ。ちなみに今回は何が原因だったの？クマちゃんですか、やっぱり。おう。子供か。子供か。対して理由は。まあね、まあね。すごいな。
高価なものは投げないでよ。テレビとかゲームとか投げようとけど確実に壊れるよね。じゃあちょっと、何がいい？なんか甘いものでも食べて、マカロンでも。ね、はい。これで、落ち込み度を。どうぞどうぞ。機嫌を直しておくんなまし。すごく美味しかった。よかったよかった。でもまあ落ち込むよね。結局原因は何なんだろうか。わからんけど、言い合いの喧嘩になってたね。言い合いどころじゃないか。ほい、そして今日のミーニュース。お、たっちゃん初めてのミーニュースやね。ほいほい。本好きのシーンさん。ほう、いいことじゃないか。なんかちょっといつもよりも身長が高いね、シーンくん。でも確かにね、活字が読みたいっていうのはわかるよ。なんかずっとさ、インターネットとか触りよったらね、本も読みたくなるさ。勇気をもらいました。なぜ？儲かりはしないんじゃないかな。わからん。持っとる本をすべて売り払ったら儲かるかもしれない。え、なにこれ？慰め会開催中。誰かが慰められているようです。なに慰め会って。あー、なみちゃん。なんかちょっと。なんかすごい微妙な雰囲気の場所に。慰め会とかあるんやね。激辛のアップルジュースってなんだ、いろいろと矛盾しているぞ。なんかさ、みんな一回一回話をしては、ナミちゃんの方を見て、話をしては、ナミちゃんの方を見てなんだよね。どういう状態ですか？もうこの瞬間が、ナミちゃん何か話して。この空気に耐えられないんじゃないのかい。なるほどね。ずっと落ち込んだ状態のままで放置しとったら、ああいうことにもなるんや。マキさん。入るよ。お、遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。スタート。発狂。残った。残った、残った、残った。さあ、負けんぞ。負けんぞ、負けんぞ。あ、やばい、ちょっと倒れそうかもしれない。ちょっと倒れそうかもしれない。これさ、行司が倒れるとかいうハプニングはないもんな。なんかそういうのあってほしいことない。おもろそうやん。この場合、黒影さんということになるけど。お、倒すんじゃなくてこれは、あー待って、出されそう、出されそう、出されそう。粘るね。おー、やべえ。負けたよー。強い。残念でしたね。ね。また遊んでください。こちらこそ、また遊んでくださいまし。お、お宝トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。あ、ケイ君だったのか。入るよ。どうしたの？気に入ったの？そのお面。グッモーニン。お、ナミちゃん。ぜひぜひなってあげて。紹介するよ。ナミちゃんは、褒めてあげよう。特に今めちゃくちゃ落ち込んでるだろうからね。あ、でも慰め会が終わったみたいやけん、どうやろう。ドヨーンは終わったんかな？あ、終わっとるかな？ああいうのを経て回復するというわけか。お面は外してこようよ。あ、でもそれが受け取るかもしれんけん、あれかな。あ、ナミちゃん楽しそうでよかったよ。何よりだよ。さっき顔しんどったもんね、慰め会。うまくいきました。よかったよかった。お金で友達になれました。いえいえ、よかったよ。
これにこれもあげます。お、なになに？実用品ミシンをもらいました。ありがとう。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。